はい、ありがとうございます。草のカリスマチームカラスでございます。これから踊らせていただきます曲名をカラスナンバー77と申します。物語は神社の狛犬が命と名前を授かる物語となっております。名前というのは生きてきた証であり、それまで注いできたエネルギーを映し出す鏡のようなものだと考えております。自分の名前にカラスという名前に誇りを持って、名前を背負って成り上がるカラスナンバー77、阿吽の呼吸でお付き合いよろしくお願いいたします。Thank you.
カラスの皆さんでした。どうもありがとうございました。